ようこそ、NCTV へ。今日はですね、投資の動画にちょっと待ったをしたいというふうに思います、えー。ちょっとトレンドの話をしたいなというふうに思うんですけれども、世界ではですね、脱炭素というのは数年前から確かに明確になっていて、日本政府はですね、今年になって明確な脱炭素の方向性を打ち出しました。個人的にはようやくかって感じなんですけれども、で、今後はグリーン、脱炭素ということで、それらの銘柄が伸びています。でこれ実際伸びています。 そして、それに囲つけてですね、さまざま、YouTube において、この銘柄が来るみたいな動画が出ています。しかしですね、その中には、正確に脱炭素を理解していない向きがある動画も、実は多くあります。説明を聞いて、これはさすがに情報として間違ってるだろうと思うものもありました。例えば、まあ、一つですね、代表例を挙げると、j パワーに関するものとかはそうです。なので、 脱炭素、グリーン文脈から、今日はですね、正しい情勢理解をお伝えをしたいと思います。それに基づいてですね、皆さん、あの投資判断をしていただきたいなというふうに思います。まず、ここは皆さんもご存知だと思うんですけれども、日本の株式市場といえどもですね、海外投資家の影響がものすごく大きいということ、ここはですね、無視してはなりません。そもそもですね、この部分をですね、前提に考えなければですね、ならないんですね。日本の上場企業約3600社のうち、 99%は日本に本社を置いており、その株主構成も日本の金融機関や個人投資家などで国内税が7割を占めています。そして残りの3割が海外税となります。しかしですね、売買代金で比べた場合、その割合は一気に逆転します。海外投資家の売買代金シェアは現物市場では6から7割ほどあり、で日経平均先物市場では8割を超えているという統計が出ています。したがってですね、 海外の投資家の選考、思考をしっかり把握する必要があるのですが、このニュースでもですね、かなり強調してお話をしてますが、世界の流れは、繰り返しますが、脱炭素です。世界の経済界のトップが揃う世界経済フォーラム、ダボス会議です、ね、のトップ議題は、ここ数年、えー、脱炭素のテーマである気候変動でしたし、えー、このです、ねえー、チャンネルでも取り上げた通り、 欧州のオーステッドというデンマークの再生可能エネルギー会社の時価総額は、日本のです、ね、東京電力や東北電力等の電力会社全ての時価総額合計を上回っており、アメリカのオイルメジャーのエクソンモービルの時価総額は一気に下がって、一方、再生可能エネルギー会社のネクステラの株価はうなぎのおり、逆転をしています。テスラもです、ね、我々このニュース、あのチャンネルで,です、ね、よく取り上げていますが、まあ、そういう脱炭素分脈の一例になります。 でですね、金融機関も次々と脱炭素の方向性というのを表明しています。例えば、アメリカ最大手の JP モルガン・チェースはこれまで多くの投資を、えー、炭素事業に行ってきましたが、先般ですね、脱炭素に切り替える旨の発表をしています。こうした文脈でですね、再生可能エネルギーや水素の日本の銘柄が上がってくるというのは、確かにその通りなんですけれども、それ以上に気をつけなきゃてはならないのは、炭素を出す事業に手を出しているか、そしてですね、さらには、 炭素を出す固定資産をどれだけ持っているか、この2点ですね、めちゃくちゃ重要になります。もう何よりもこの2つかなというふうに思います。今ですね、世界の投資について、ESG 投資という言葉もう言葉自体は皆さん聞かれているかと思いますが、これがですね、図の通りどんどんボリュームを増していて、2016年段階で世界の投資額の26.3%が ESG 投資となっています。 もうそれからです、ね、5年近く経ちますので、今はもっとすごい数字になっているかなという,ふうに思います。ESG のです、ね、大元となる国連責任投資原則というのがあるんですけどここの原則を署名している機関、えー、の数はです、ね、2019年時点で2372に及んでいて、その資産運用規模はなんと約86兆ベイドル、日本円にして約9000兆円になります。もうすさまじい額ですね この ESG 文脈の機関、企業、投資家が今最も敬遠しているもの、嫌っているもの、それが炭素系の事業です。投資、融資については、その審査を厳しくする、投融資をしないという選択肢もありますが、今やですね、投資をもう引き上げてしまうダイベストメントという現象を見られるようになってきています。お金を引き上げちゃうというですね、結構乱暴な話です。ダイベストメントはだいぶ尖った手法になりますが、それでもですね、 1200の機関がダイベストメントを表明、実行していて、その運用資産総額は約12兆円にも現時点で上っています。つまりですね、炭素系の事業にどこまで手を出してしまっているかが重要であって、手を出してしまっていればいるほど、その事業を抱える企業の評価は下がるということです。今、投資家が入れている金が引いていくので、当然株価も下がっていきますし、 投融資も受けられなくなるので、事業規模もですね、そういう企業については縮小せざるを得ません。すでにですね、この炭素系に手を出している日本の商社などは、例えばですね、三菱商事が海外の投資家連合からベトナムで行っている火力発電事業から撤退するよう所管を受け取っているんですけど、この所管を受け取っていったことが判明したことで株価が数パーセント下落したり、ですね、えー。住友商事がオーストラリアでやっていた石炭火力事業について、えー、オーストラリアの銀行から融資が受けられずに、 四半期決算でですね、250億円減損処理したという話がもうすでにですねニュースとしてありますし、このチャンネルでも取り上げてきています。まあ、これは勝者の一例ですけれども、実はですね、この今見ていただいている表のように日本の三大銘柄バンクもですね、こうした脱炭素の動き、まあ国際社会の動きですね、を感じ取って、えー、セクターの事業にお金をつけないという方向を示し始めています。まあ、まだこれまだ遅いんですけれども示し始めてるんですね。 ただですね、こんなのはまだ序の口なんですよ。商社はあくまで事業投資をしており、まあ、それが焦げ付いただけなんですね。それよりも一番まずいのは、火力発電所といったですね、ライフサイクルの長い炭素の資産を抱えてしまっている、これになります。これをですね、国際社会では座礁資産と呼んでいて、もう数年前からですね、この座礁資産の話というのは、たびたび議論の的になっていました。 読んで字のごとくその資産を持っていると、それがちゃんと運用できずにですね、焦げついて、座礁した船のようになり、損益だけをひたすら生み出すという資産ですね。そういうことなんです。で、このチャンネルでもですね、何度もお伝えしている通り、世界の脱炭素の流れというのは本物であり、そしてこの流れが戻ることというのはありません。日本ではですね、まだ少ししかその波が来ていませんが、海外の波は本物です。そして、 前半に申し上げた通り、日本の株価を動かしているのは海外の投資家ですから、そう、脱炭素が大好きな連中なんですね。なので、脱炭素銘柄は伸び、そして炭素銘柄は危ないということになります。特に一番ヤバいのは石炭関係です。そうされています。さて、そんな中で,です、ね、最初の例に挙げた J パワー、これちょっと一例として取り上げたいと思います。 j パワー、まああまり馴染みがない方も多いかなというふうに思いますが、発電所を多く持っていて、ですね電気を市場に提供している、それをです、ね、主な事業としている企業になります。でですよ、この彼らの持っている電源の構成表を見て、まあ、これを見てですね、再生可能エネルギーが多い。だから j パワーは脱炭素銘柄だ。従ってこれからこの銘柄伸びると説明をしている動画等がですね、 いくつか散見されます確かにですね、この持ち分電源比率を見れば、まあ、水力が多くてですねで、かつ水力だけで見れば、まあ、日本2と。再生可能エネルギーの風力も確かに風力だけで見れば多く持っているんですけれども、ただですね、そもそも j パワーを再生可能エネルギーの会社と思っているところなんて、まあ、業界にはいないんですね。で、海外の投資家もまあそこには詳しいんですよ。j パワーはですね、そもそも火力発電がメインの会社です。 実際ですね、もうこれ見ていただいて一目瞭然かなと思うんですけれども、電気の販売量のグラフが物語っています。これも見てください。彼らの電気の販売は大半が火力です。もう主力は火力なんです。そして皆さん、もうお気づきですよね。火力発電所は座礁資産のど真ん中に国際的に居続けられているものです。しかも投資家から評価されない石炭火力についても、J パワーの保有はこの通りずらりです。かつ日本政府もついに脱炭素に舵を切りました。 老朽化した火力発電を停止していく方針も示されました。j p ワーもです、ね、老朽火力については退役していく方針をもうすでに示しています、発表しています。だから株価がこれまでこうやって下がってきたんですね。そこでとかいうふうになっているのは、まあ、要はそういうことなんですよ。今後再生可能エネルギーをですね増やしていく方向性というのは、日本もですね確かにそういう流れになります。その進みがです、ね、海外に比べて遅かろうともそういう流れになります。 しかもです、ね、株価に影響を及ぼすのは海外の投資家、ここをです、ね、きっちりで皆さん頭に入れておいていただきたいなという,ふうに思います。それを踏まえるとですよ、まだ電源構成で言えば20%にもです、ね、日本では満たない再生可能エネルギーの、ね、部分だけを切り取ってです、ね、その電源構成について持ってきてそこの支配が大きいから脱炭素の銘柄なんだ脱炭素の時代にここの会社が来るという説明はさすがに、さすがにだと思います。 ちなみにですね、今、j パワーの株上がってるんですけれども、株価がそれが上がってるのは脱炭素文脈ではありません。このチャンネルでも何回か取り上げてますし、詳しくはですね、最近、異常に電気代高くないですかっていうタイトルの動画を見ていただければと思うんですけれども、今ですね、日本は空前絶後の電気供給不足で、めちゃくちゃ電気のですね、卸取引値が高騰しています。 これによってですね、小売事業者は事業撤退をですね、体力がないところは余儀なくされているわけで、逆に言えばですよ、電気を大量に供給する側は今、この瞬間めちゃ儲かってるんですね。さて、J パワー。最初にですね、ご紹介したように火力を含めてたくさんの発電所を持っていて、電気を供給する会社です。そう、お分かりですね。この瞬間、J パワーはめちゃくちゃ電気を作って、作れば作るほどすごい儲かる状態にあります。 しかも、ですねこの電気不足がとりあえずしばらく続くという状況になっています。しかも今、株価は脱炭素の影響そこに近く、でも配当は高い。業績やっぱですねまはあ、この電気不足の関係で今年、あのもうこの四半期は確実ですし、あのしばらく続くという傾向から見れば、ですねあのまあ、年度結構上がるんだと思いますけども、そうなればですね当然、ですねそれを評価して株価上がりますよね。しかもそこで打ってるんで当然上がりますよね。だから 今、実際このように上がってるんですね。ただ長期の傾向はぜひ見てもらいたいというふうに思います。脱炭素の文脈で長期では下がってきてたところで、今、この,あの電気不足のおかげで上がってるんですね。なので、J パワーについては、まあ、今後ですね、日本のエネルギー市場でまた同じようなです、ね、電気の逼迫が起きて、まあ、その時に J パワーが下支えをして、まあ、業績も今後も堅調なのだというようなです、ね、説明のロジックとか、今の電気代の高騰につけて、とりあえずここから株価、 透明上がりますよという説明なら僕、まだしもだと思うんですが、それはですねあると思うんです。ただ、YouTube の動画とかで,で、すねこの銘柄は脱炭素銘柄である、だから今後、長期的にも来るんだみたいな説明はめちゃくちゃ間違ってます。それはですねおそらく、この脱炭素という文脈を知らないんだと思うんですよね、そういう方々がですね。で、それをですね動画を見て信じて、ですね長期で持っておこうとすると、今後、ですね日本の政府は絶対脱炭素政策、どんどん打っていきますから。 脱炭素政策が打たれるために株価は下方向にですね影響を受けるんですね。なので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。特に2月から制度設計が始まるカーボンプライシングの論点というのは、もうその炭素を出す事業に対して、負担を、金銭的に負担をかけていきますという話になるので、そういうところは結構考えなきゃいけない論点だというふうに思います。またですね電気の高騰については まあ季節があったかくなってくるとです、ね、まあ、電気需要減ってしまいますし、そして日が伸びてです、ね、太陽光が多く発電するようになる、まあ、そういうことが起きるとです、ね、市場価格もです、ね、適正のところに下がっていくんだと思うんですね。なので、これもです、ね、しばらく続くと言われていますが、そこまで長続きする現象ではありません。で、そうなる可能性ですね、またそ,れがその現象が起きる可能性は次の冬まで持ち越しでしょうし、まあ今年の教訓もすでにあるので、来年の冬にです、ね、このような状況の再現の可能性というのは、 みんな準備しますから、今よりもさすが、ね、に可能性結構下がります。ちなみにです、ね、だったら J パワーが再生可能エネルギーに舵を切ればいいんじゃないかという話もです、ね、あろうかと思います。それ確かにそうなんですよ。で彼らもです、ね、実際です、ね、このまま炭素でいったらやばいと思って転換を図っています。ですが、海外にはです、ね、そのような戦略を取っている企業って実はめちゃくちゃ多くあるんですね。で最初に紹介をしたアメリカのオイルメジャーのエクソンモービルなどもまさにそうです。 このままでです、ねまあその彼らはオイルメジャーですから、原油を扱ってますので、炭素銘柄なんですけど、このままだとさすがにまずいと思って、ですね、再生可能エネルギーの資産をまあ増やそうとしてるんですね。で、そういう転換も図ってるんですけども、でも実際株価はこのようにも下がってきてるんですね。もう投資家が事業形態を評価していないからで、将来的には今持っている資産が座礁になっていく、そういう事業が座礁になっていくというふうに思ってるからなんですよ。 だからこそですね、そういう座礁資産のない純粋脱炭素文脈の銘柄というのは逆にすごい伸びます、えー。ガソリン車の生産ラインを多く持つ日本の自動車メーカーの株価を尻目にですね、テスラの株価が伸びて、時価総額でトヨタを上回ったのもその文脈なんですね。で、日本で言えばですね、レノバがまさにそうです。彼らはもう純粋再生可能エネルギー事業会社ですから、そういう意味においては座礁資産がなくて再生可能エネルギーですね。で、見てくださいよ、この株価の伸び。 こういうい感じになるんですね、まあ、確かにです、ね、水素をやっている岩谷産業のように、ね、LNG という炭素を扱っておきながら、まあ、めちゃくちゃ伸びる銘柄というのもあるんですけどもそれはです、ね、岩谷が水素について日本で圧倒的に1位であることそれから LNG については脱炭素分脈ではまだです、ね、相対的に CO2 の排出が少なくてこれが脱炭素に向かう移行機を LNG を使うというところはエネルギー転換の分脈では実は国際的に受け入れられている話でもあるからなんですね。 また、老朽石炭火力のようなです、ね、座礁したど真ん中を持ち合わせているわけでもなく、またですね、LNG から水素という文脈は、同じ機体という文脈で技術応用も可能というところで、市場はですねこうしたところ、マイナス評価をしきっていない、一方で水素は未来がある、日本は水素社会といって政府が金を使う、なので水素文脈でうなぎ登っているというそういう説明になります。なのでですね もう銘柄を見るときに、まあ、脱炭素の文脈、しかも我々、脱炭素の話、めちゃくちゃ詳しいですから、脱炭素に関しても文脈を正確に見る必要があると思います。そこをです、ね、皆さんに強調したいです。もちろんですね、JPOWER をはじめとする火力発電は、日本の電気供給を支えてくれていますし、その貢献は素晴らしいと思います。そこをです、ね、当然否定するものではありません。あくまでも、この動画で扱っているのは、脱炭素なのかというところにフォーカスして、今日の説明を構成しています。 とにかくこの動画でお伝えしたいのは、脱炭素文脈というのを見余るべきではなく、不正確な説明には気をつけるべきであるということです。j パワーが脱炭素メーカーとして評価されるのは、持っている火力発電所をです、ね、退役させて、一方で洋上風力をはじめとした再生可能エネルギー比率が今後どんどん上がってです、ね、彼らが持っている比率が逆転したときに評価されるようになるかと思います。 ですが、再生可能エネルギーの開発は、今ですね、日本ではですね、用意どんで頑張って増やしているところなんですね。しかもですね、火力とかと違って、プレイヤーも多いのが一つの特徴になっています。なので、これまでと勝手が違います。しかもですね、風力は開発に時間がかかるんですね。となればですよ、転換するのはしばらく時間がかかるでしょう。そういう正しい視点、背景がしっかり説明されてですね、投資判断というのを促すべきだと我々は考えます。 脱炭素、確実に波は来ますし、海外投資家も高評価で、かつ日本においても政策連動でお金が落ちてくる世界ですから、正確にどの銘柄が脱炭素銘柄なのか、その脱炭素度合いがどれぐらい純粋なのか、どの企業が本気で脱炭素に取り組んでいるのか、ここをです、ね、ぜひ今後見ていってください。このチャンネルでは脱炭素のニュースについて特化してお伝えしているので、ぜひですね、 このチャンネルを見て国内外問わずそしてさまざまなセクターの脱炭素の動きを正確に把握です、ね、していただけたらというふうに思います。我々もです、ね、タイムリーでかつです、ね、情報量の多い正しい情報というのをお届けできるよう頑張ろうと思います。ぜひ、ね、高評価、コメントの方もお待ちしております。それではサイラン CO2 また次回。